ちょっと待って、クロスボーカーたち始まるよ。はい、皆さん、ラマーです。一夜明け、ミミのね、様子をね、見に来ました。じゃあ、ミミのね、様子をね、見ますか。よし、ここね、ロビンとミミのお部屋です。はい、あら、ひたすら入ってたのミミ。あー、ミミ、そっか。どう、ダメじゃないよ。あ、ミミ、なんか皆さん聞こえますか、なんかひなちゃんの声する。ほら、大ちゃん、ちょっとそれはないじゃない。ねえねえ、大ちゃん、あれ、びっくりしてよ。ミーミー、愛してるよ、大ちゃん、愛してる。どっからだろうかな、ここかな。ちょっと見てみますか、ひなちゃんのちょっと声が聞こえます。ちょっとね、帰宅入れだから、みんな巣箱ちょっと見てるかな。よいしょ、はい、ここは、はい、ここ3番さん4つまだ生まれてないですね。へえ、よいしょ、ここも、よし、はい、ここも一生懸命温めてますよ、みんな。男の子ですよ、これ。はい、次、交番さん。はい、アピー。大魔王さん、頑張ってますか？無理、大魔王。へへへ、かわいい顔して。あんなに甘えっこなのに。あれ、ジョロ君。はい。頑張ってるな。よし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 、まあちょっとですね、なんか、ちょっと今度こっち来ます。さっきのミミがね、どこからね、ヒナの声が聞こえたんですよ。ここじゃないの、ね、あ、ここですね。見た、ほら、見た、卵。もう殻ありますね。ちょっと、なんか、ピクのかわいそうに痛いんだから。ほら、卵のね、わかりますかね。ミミ、見してごらん。今見ました？じゃあ、ほら、一匹生まれてます、ミーミーの子。あー、生まれますわ、これ。まあまあ。あー。あ、怒った、怒った。あ、ごめん、ごめん。よしよし、パパが怒ってますので、ちょっと閉めますね。あら、ミーミー。出てきたよ、おめでとう、誕生日おめでとう、ほれ。怒る怒る、ママ、違う人入ったらね。こうやってほんとね、過去じゃないんだから、オカメはちゃんとですね、自分の、パパとか家族とか分かりますよ。ほんとバカじゃないんだから、オカメだって。はい、ホップ、はい、ホップ、ちょっとこれチビと、はい、こっちにな。はよ、なんかおっかないお姉さんの歯を切ってるけど大丈夫か、そこ。よしよし、あ、見てください、あの黄色いの見えますか。殻だけ、殻だけ食べて黄身残ってますねよいしょ。いや、君たちも忙しいもんだね、ちょっと見物人も。
まあ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 。だいちゃん。だいちゃん。はい、ここはない。はい、ここもなし。ここは。卵1個ありますけど、まあですね、ホープー、ホープどこ、あ、ホープ今そこに巣箱の中いたもんね。ゆきちゃん、あーよかった、ほらチビホープ一人でさ、ゆきちゃん、あれはゆきちゃん、何かの当ててに何かあった、おお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 およいしょ、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 あら、こっちこっちいた、ほら、ほら、乗んなさい、ほら、乗らないのか、いやいやいや、よいしょ、はい、どうした、ここにいる、母ちゃんどこに、はぁ、よいしょ、ということで、一晩明けてですね、ホープも、ミミも、まあミミはね、本調子ではないと思うけど、かなりね、顔色も良くて、普通に、もう普通の顔してました。うん。はぁ。いやー、ミミですね、多分もう生まれるの分かってて、もう帰りたかったんですね。いやー、すごい。もうね、オカメってね、卵ね、こう抱っこしてるときに、飼い主が心配するぐらい離れてるときあるんですよ。あの、卵を放卵しないで。うん。で、そのね、離れてる時間って、放卵している、放卵期間ってね、だいたい18日から22日ぐらいって言われてるんだけど、放卵する期間ね。でね、その、卵が生まれて、あのね、例えば、産んでまだ、3日とか5日とか、1日目、2日目とかね、なんかこう、なんつったらいいのかな、ちょっと説明がしにくいんだけど、そういう、そういう時期によって離れる時間ってね、違うんですよ。うん、産卵したてもね、本当にポロンって産んで、一個産んでね、もう全然温めないし、いやーっていう飼い主さんもいると思います。うん。どうしてこれ温めないんだろうってね。ねえ。もうびっくりして、もう飼い主さんね、いやーどうしてこれ温めないんだろうって、もう育児拒否 しちゃったのかななんてね、そういう方がね、結構多いんだけど、そういう親はね、2個目産むと多分放卵始めます。あのね、オカメインコはただね、温めないで卵をそのまま置いといても卵が死なないっていうのも知ってるし、で一回放卵してですね、放卵を始めて卵を温めて、そこから離れて長時間、例えばね、離れてしまうと卵って本当に死んでしまうんだけど、温めてない卵って、ちょっと私どのぐらいいけるのかわかんないけど、
あの3日や4日はね、そのまんま置いといても死なないはずです。抱卵が始まってない卵がね。うん、ちょっとごめんなさい、ちょっとその辺がはっきりしてなくて。うん、まあそういうことでですね、あとそうだな、生まれる直前にとか3日前とか2日前とかなったらもうがっつり温めてますね。うん、もう片時も離れない。そんな遊びに行ってあんな卵コロ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 やってないというか、だけどホークたちは卵いっぱいあってゴロン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 、まあ、その辺に袋がしてるけど、まあ私もね不安になりますよ。あんなねゴロ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 してさ、本当に生まれてくるのかなってね。もうでもそれはね親のもう采配だから、もう親に任せるしかないですよね。ほんとね、いろんなね親の育て方があります。もう親もね関心なことにね、あんたなんかしちゃうたぶろって、もうなんかね生まれる日にちを調整してるっていうかね、生まれる日を調整してますね。うん、通常は一匹ずつこうね確実で卵を産むんだから、まあ確実で生まれてくるのがまあ普通よね。普通そうじゃないですか。それがですね、まあ1日に2羽ヒナが帰ったり、1日おきにヒナが帰ったりと、そういうふうにねなんかね調整して調整するんですよ。いやあそこ怖い、見ればいいじゃん、あそこ交尾始まったでしょ。この間にね、ちょっと気になってたんで、あれね、あの巣箱の上で交尾してるんですけど、あそこの巣箱の親ですね、もしかしたら卵が帰らないからっつって、あれまた交尾始まったのかもしれない。あえてね、卵がね、もし放卵してて、これは生まれないなって思った時ね、天敵になりますよ、あれ。あれは、誰だ？ノア。あ、すまん、少ないそうやな。まあ、そういうね、今がないと思ったらまた次ね交尾して、またね次ね産卵のね準備をする。うん、これねあるあるです。おかみ別にね無理にこう私繁殖してるわけじゃないし、もうねおかみたちに任せてます。うん、ねえ、やっぱりこうこういうね群れで暮らす、弱いね品種というか鳥なんでね、やっぱりこう繁殖力が強いというか、まあ石星ほどではないですけどね、石星とか小桜さんとかあの辺みたいではない、もうほどはないですけど、でもオウム科の中では、やはり繁殖率は多いんじゃないかなと思います。ちょっと私もうまくちょっとその専門用語とかよくうまく使えないんですけど、まあ変、まあ分かりやすく言おうと思ってちょっと言葉が出てこなかったりするんですね。ちょっと今の説明で私の分からなかったらごめんなさい。まあとりあえず良かったですよ。もう一時はどうなるかと思って、これ危ないよ、一時はねどうなるかと思いましたけど、もう私も
もうね、はあ、こういうあのブリードしてる時はですね、もうなんかやっぱり毎日のようにね、なんかいろいろあります。本当にあります。皆さんにね、今まで私何年間もやってましたけど、まあ見せてない部分もあります、やっぱり。毎日いろいろありすぎて。もうですから、もう本当にね、昨日はもう、このおかめ部屋にもう10回以上も出入りして、もう落ち着かないから、もうおかめもね、多分。まあでも仕方ないですよね。やっぱり保温の中に、耳ね、保温の中に、保温室の中に入れたかったけど、あれあれ、見てください。あの子がね、あれ、ひなちゃん生まれたから、見に行ってますよね。気になって。若い子です、若いおかめ。もうちょっとそういうふうになると、うちはですね、みんなね、もうひなが生まれたって言ったら、もうみんなで覗きに行って、いやー、なんか覗いてますよ。あね、みんなおかめってね、子供が好きなんだなーとか思います、見てて。卵を生まれれば、ああやって交尾すればさ、みんなで見に行ってさ、卵を生まれればさ、あやあすこうちゅうの卵生まれたわ、みんなで見に行って、また見に行ったらひなひなが生まれればみんな見に行って、おーあれ見てるっすよね。なんかこう、おー子供生まれたんだななんて言ってるんですかね。まあね、みんな見に来るさ、聞いたことがない、もしかしたら声とかでね、とか、もともとやっぱ子供が好きでとかね、そういう子いると思いますよ、オカメもやっぱり。本当かわいい、もうね、そういうところをですね、お送りしたいと思いますよ。まあいろんなね、トラブルもあるけども、そういったあの心温まるお話もあるんでね。まあ、そういうことです。では皆さん、さようならしたっけ。